こらえてほしい。ああ3点取ってくれた。ああオッケーオッケー、なんかは知んないけど覚醒した。トリモグラーズナイス。4対1。なんというか今日の試合は負けか。次は次こそは俺が勝つね小宮さん。出直してこいお前。ビビビビビ、ここは一回回復しましょうか。お昼寝。マジか、チームメイトの評価必要なのか。じゃあなんかどうしよう、総合練習とかまだできないのか。俺はちょっと困ったな。うわやばい、しまったやばい、カウンター爆弾とかあんのかよお前。やりやがったこいつ。お前さやめろよそれ。まだ大丈夫か、ちょっとデートしてごまかすか。ここあすみちゃん出てくれ。あ出た、天気いいみたいだし行こうや。これ特に予定もないし行きましょう。マニアショップだろう。やっぱ、かすみちゃんといえば。うん、あ、これかわいい。これもかっこいい。これすごい。あ、ほんとだ。そして1時間。かすみちゃん、もう行こう。いいな、これ。買っちゃおうかな。あ、でもこれもいいな。かすみちゃん、どうしようかな。ダメだ、これ。マニアすぎる女もちょっと問題かもしれんな。まあ、自分が好きな空間だったらいいけどね、ここが。送ってくよ、かすみちゃん。ありがとうございます。でもいいです。遅くなったら悪いし。今日はありがとうございました。それでは失礼します。やる気上げていく。やる気もうちょい上げましょう、これ。デートして。うん、ショッピング行くか、普通に。ショッピングですか？私、他のところに行きたいです。じゃあ、選択肢なんかから外しとけよ、お前。じゃあ、コンサートとか。ごめんなさい、小宮さん。やっぱり行くのやめなす。ふざけんなよ、お前、マジで。うん、もう少し仲良くなってからにしようとかさ、お前。マニアポショップしか行ける選択肢ねえじゃねえかよ、これ。うん、しかも出ねえし、これ。ざけんじゃねえ、お前。逃がさねえからな。やる気下げやがって、歩き上げてくれ。うん、オッケー。でここマニアショップ行くか。うん、これは何、シャカミミコのレアカードだって。誰だよ。小宮さんってどういう子がタイプなんですか。かすみどういうタイプなんですか。うん、そうだよ、かすみちゃんになんか似てるし。でもかすみちゃんの方がもう少し可愛いかな。そう、これ私が買ってあげる。奢ってもらったわ。小宮さんそろそろ帰りません。そうだね、送ってくよ、かすみちゃん。ありがとうございます。でもいいです。遅くなったら悪いし、今日はありがとうございました。それじゃあ失礼します。ほうほう、見かけないと思ったら女の子と遊びに行っていたってやんすね。みんなに言いふらしてやるやんす。やめろよ、お前、ほんとに。嫉妬すんな。やばいな、ちょっと投げ込みましょう、ここ。1メートルの評価上げる練習って。ああやばい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 。ちょっと待って。ちょっと待って、肘爆弾ついたんだけど、次。やめろよ、お前、マジさ。ちょっと待って、肩爆弾と肘爆弾ついたわ。おえー、次、足爆弾つくんじゃねえだろうな、お前。ちょ、12月までに、ちょっと、ある程度好感度上げとくか。かすみちゃん。お前、ちょっと12月は、予定あんま入れんだよ。きっとチームに残す人を選んでるでやんす。土田コーチ大変だ。あ、ちょこっち向いたでやんす。うん、G やばい、これ140キロのストレートでいけるかな。うん、俺のストレート見てください。小宮か、これならボンダの方がまだマシだな。ふざけんなよお前、マジで。わざと負けるようにしろと。今のまではモグランズなどあの会長のおもちゃに過ぎない。すいません、しかも飽きられたおもちゃです。何、来年にでも捨てられてしまうおもちゃなのですよ。私ならそんなことはしない。確かにあの会長は。でもこれまで私は野球だけは真面目にやってきたんです。私も真面目に会長の下で働いてきましたよ。いや、私の上に会長がいたと言うべきでしょう。ここまでドリルコーポが大きくなったのも全て私の力なのですから。しかし一体どうやってグループを乗っ取るんです。株はほとんど会長のものですよ。だからモグラーズに負けてもらうのです。ドリルランドとモグラーズの巨額の赤字を利用し倒産寸前にする。するとドリルに金を貸している銀行は経営立て直しに私を社長にという筋書きです。下手をするとグループ全体が潰れかねないのでは。
ゴリルコーポレーションは私のものです。そうでないなら潰れてしまって構いません。わかりました。そこまでの覚悟なら私も手を組みましょう。期待してますよ。ちょっとね、こいつらグルなんですよね、うん。ここもマニアショップでカズミちゃんと楽しく過ごしていく。そしてあ、ついにここまで進んだか。やばい、これホテルパワーですわ。ラブホですわ、これ。レンガの今日はすごく楽しかったです。コメさん、どうしたの。カズミちゃん、私最近なんか変なんです。コメさんを見てたら顔が赤くなったり、ちょっと目線を合わせられなくなったり、なんかマニア以上にコメさんのことが気になってちゃって、ほんとグッズとかどうでもいいんです。正直、今までのね、その、一緒に遊びに行ってたっていうのは、マニアショップでね、別にマニア、グッズが目的とかじゃなかったんです。こんな小宮さんと一緒に遊ぶのが目的で、ほんとに。でも、この思い、今、ぶつけたいと思います。小宮さんのことが頭から離れられないんです。なんか、胸の奥がギュッと痛くて、すごく苦しいです。だから、だから、小梅さんのそばにずっといたいと思うんです。なんて答えますか？いいよ。ダメだよ。いいよ。いいよ、かすみちゃん。本当ですか、小梅さん。嘘じゃないですよね。うわ、来た。ああ何これ、ちょっと待って。このタイミングでマニアって何意味がわからねえんだけど。ちょっと待って、何これ。彼女になりましたじゃねえのかよ、お前。は？キラー公開の日が来た。またあの会長と会うのか。幸せをつかみかけてるっていうのに、ちょっとお前感情に浸らせろよ、これ。よし、入りたまえ。はい、あ、君か。今年で僕らの二軍はなくなる。はい、というわけで君のいる場所はない。いや、だから一軍に上げてくれよ、これ。嘘だろ、お前。君はクビだ。嘘、ちょっと待って。これはね、ご苦労さん、嘘でしょ、これ。てかさ、確かさ、ちょっと待って、パープルくんポケット人とかだとさ、なんか荒井兄弟が出てきて、なんか査定してくれるんじゃなかったっけ。その契約公開で、君の年俸はこれくらいなんだなとか言って。はい、次。そんな嘘嘘でしょ。古い間違いじゃないの、これ。あ、それ、それ、パープルくんポケット5だった。なるんじゃなかった。嘘やろ、お前。彼女できてマニアになってクビ。マニアへ、マジ。おい、カズミ、カズミは俺のこと見捨てないよな。おい、カズミ、聞こえるよな、カズミ。やばい、ニートになっちまった。散ります、散ります。一生かけた野球の花が咲かずに散ります。あ！嘘だ、お前！あんだけ試合で活躍したのに。ひどすぎる。